木本幸弘は、和歌山県和歌山市出身の元プロ野球選手。宇藤左ひだプロでは、育成選手であった。和歌山県和歌山市生まれ。小学校1年から野球を始め、野崎西若葉クラブに所属。2年から投手となったが、当時は、練習嫌いで5年時には休部したこともある。中学時代は、ボーイズリーグの和歌山黒潮で、主に投手を務めた。 県立日高高校中津文校では2年次から左翼手でレギュラーとなっていたが2年秋の新チームから当主に転校3年夏からエースにつき第90回選手権和歌山大会の2回戦の伊藤高校戦でノーヒットノーランを達成し一躍注目の的となったエースで4番として県和歌山賞や和歌山高専市和歌山賞に勝って決勝を迎えたが 智弁和歌山に3の5で赤杯四夏の甲子園初、出場はならなかった。2008年9月6日にプロ死亡届を提出し、10月30日のドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから育成選手ドラフト1位で指名された。11月28日に支度金100万円、年俸240万円でロッテと契約。 プロ3年間では2試合の登板にとどまったことから、2012年6月20日、外野手へのコンバートが発表された。しかし、24試合で打率。179にとどまり、その年の10月7日付で、戦力外通告を受けた。2018年より、故郷和歌山市にて、井上光一が監修する多目的野球道場、ライジングスターの講師を務める。 ありがとうございます。